どうもジャノメです。ホラー嫌いが作るフリーホラーゲームで聞いたんだけど、まあまずはあの絵柄が可愛いから手を出したっていうのがまあまね、可愛い、とにかく可愛い。まあそのあらすじとかはそんな読んでないけど、言い訳をするとしたら先入観を持ちたくないんだよね。基本的にはあらすじ読んだり読まなかったり。ホラーゲーム多分できる。まあそういうことで、とりあえず入り口に侵入してみましょうか。入り口に侵入してみたいと思います。レッツゴー。このゲームには恐怖を与える表現が含まれています。小さいお子様や心臓の弱い方はプレイをお控えください。早速上にいたね。あ、パッド使える。よしよしよし、パッドでやる。じゃあ、なんかちょっとよくわからない絵画が飾ってある。私にも描けそう。調べ回るのは基本。建物の絵画が飾ってある。セーブは？こっちは入り口だ。帰れない。資料室と書いてある。診察室だ。中には人の気配がする。診察が行われてるみたい。待って、病院なん？な、廃墟じゃないのこれ。廊下の様子から勘違いしちゃった。上にね、いたのよ、誰か。またあいつからの呼び出し。今日は一体、何の用なんだろう。あいつ、キーパーソンかね。お、来たな、スーズ。ん？が？これやるよ。年下のくせに、相変わらずこいつはタメ口だな。水族館のプレミアムチケット？俺、病院から出られないからさ、代わりにいて。感想を聞かせて。何さ、弱気になって。ちゃんと自分で見に行きなよ。それに、私、水苦手なんだけど。そこをなんとか。水苦手で水族館はハードル高いわ。すーちゃん？結構スーズって言ってたね。あ、綺麗。早速マップが綺麗。お友達？見てた。現実逃避か。あら、かわいい。すーちゃん。すずちゃん寝てた。もうごめん。ぼーっとしてた。珍しいかも。海で溺れた時のこと思い出してたの？ 12 年前だっけ？違う。別に水なんて怖くない。そうなの？まあ、いいか。そういえば、このプレミアムチケット、スーちゃんのところの病院の患者さんからもらったんでしょ？そうそう、いつものあいつから。ああ、あの、小学生の男の子。優しいね。私は水が苦手なのに、仕方ないやつだ。まあまあ、これも何かのご縁ってことで。ルルが行きたかった水族館のチケットをスーちゃんがたまたまもらったのもご縁だよ。ご縁ね。スーちゃん、昔からルルの行きたいところに一緒についてきてくれるから、たまにはスーちゃんが行きたいところでもいいのに。いいよ、私は行きたい場所も思いつかないし。そうなの？遠慮しないで、スーちゃんが決めてもいいんだからね。水族館楽しみかも。早く入ろう。うん。行きたい場所なんてないからな。あんま何かありそうな主人公やね。あら、操作説明ありがたい。覚えれるかは別問題。本作は直前の状態をセーブできる自動セーブ機能があります。
セーブ1の上に自動セーブがありますので、適宜ご活用ください。で、肝心のセーブポイントはどこぞ？クラゲがとても綺麗だった。で、セーブはどこ？これか？セーブ1の上にってことは、セーブ自体はどっかでできるはず。お客様、こちらはスタッフ専用ですわ。侵入はご遠慮くださいませ。そらそうだ。まあいいや。こんにちは。ビアンカ水族館へようこそ。チケットはお持ちですか？お願いします。はい、お預かりいたします。あ、プレミアムチケット。お客様、珍しいものをお持ちなんですね。ふふ、なんだか嬉しいですわ。え、そんなすごいものなんですか？ええ、珍しいですわ。期間限定、数量限定のもので、入手が困難なんです。へえ。プレミアムチケットをお持ちの方は特別サービスがつきますわ。バックヤードツアーや、イルカとの遊泳、念願パスポートへの無料切り替えなど、特典が様々なんです。そして、館長の妻で、人妻！お姉さん、奥様。まあ、いや。そして館長の妻である私、クリスが専属で水族館を隅々までご案内いたします。え、水族館案内してくれるんですか？ええ、よろしくお願いいたします。お名前は？私はスーズ、こっちがルル。かしこまりました、スーズ様、ルル様。では早速参りましょうか。お姉さん奥様だったのか。若いわね。ここからはご自由に水槽をご覧ください。私が解説いたします。危険だ、逃げろ。いかがなさいましたか、スーズ様。人間に戻れなくなる。何？スーちゃん、どうしたの？いや、ごめん、なんでもない。そっか、よかった。今日のスーちゃんは、ぼーっとさんかも。気のせい。あ、ぎゅえ。失礼したです、ついぼーっとしてたです。こちらこそ、ごめんよ。お二人とも、お怪我はありませんか？ただぶつかっただけ、大丈夫。こちらも大丈夫です。あー、かわいいヘッドホンだね。この間人気ですぐ売り切れてたやつかも。そうです、予約するの大変だったですよ。紫のお姉さん詳しいんですね。なんだか嬉しいです。そうかな。でも浮かれて音楽に夢中になってたらこのありさまだったです。気をつけるですね。もう、そうしてください。それじゃ、失礼するです。館内は走っちゃダメだぞ。さて、行きましょうか。何の魚だろう。こちらはキイロハギとマダイです。とっても色が鮮やかで、お子様にも人気ですわ。ひとまずいろいろ解説してくれるんだな。ビアンカ水族館へようこそ。今からあなたを水と生き物の世界、非日常へとご案内いたします。ここではいつもと違う自分が見つかるはずです。あなただけの物語を見つけてください。それではごゆっくりお楽しみください。あ、でも水族館っていい雰囲気良さそうよね。確かに。タコだ、でっかいな。こちらは水タコですわ。タコの中でも最大級の大きさで、大物だと 3.5 メートルにもなるんです。はい、でっかいなぁ。むにょにょしてるねぇ。あ、これはナポレオンフィッシュでは？違った。こちらはメガネ持ちの王です。目にある黒い模様がメガネのように見えることからこの名前になりました。ナポレオンフィッシュとも言います。当たってた。でっかいし、横見ると目がギョロギョロしてる。怖っ。ウツボ。おお、これはなかなかグロいな。
こちらはウツボです。見ての通り、鋭い歯を持っています。しかし性格は臆病で、人間から強い刺激を与えない限りは攻撃してくることは少ないんです。目がまん丸だ。女神のオブジェ、あ、これでセーブできるんだ。はやえあ、なんだこれ。かわいいな、クラゲ？きれい。こちらはクラゲゾーンですわ。ビアンカ水族館の見どころの一つなんです。館長はクラゲが大好きでして、この空間はとてもこだわっていましたわ。いつ見ても綺麗ですわ。確かにクラゲの水槽とかってあのテレビとかでしか見たことないけど、すっごい綺麗よね。全部一緒かな。お、さっきの子だ。あ、さっきの水色のお姉さん、クラゲ可愛かったですよ。ここの水族館お気に入りなんですよね。住みたいくらいです。なんちって。この水族館にはよく来るの？はい、よく来るですよ。年間パスポートも持ってるです。ほらほら、あ、おしゃれ、おしゃれカードだ。わあ、かわいいデザインだね。裏には顔写真が入るんですよ。あーってことは、あの窃盗とかは無理ってことだな。名前はトイ？本当だ、立派なカードだ。欲しくなっちゃうね。ふふん、でしょでしょ。いつもポケットに入れてるんです。ここの水族館が気に入ったらぜひです。チケットと無料交換できるんだっけ？同じクラゲでもこんなに種類があるのね。勉強になるわ。水クラゲだ。なぜだか親近感が湧く気がする。タイトル画面でもクラゲだし、難解微信。幽霊クラゲって言うんだ。確かにお化けみたいかも。名前の通り、幽霊のように怪しく白く透き通っているのが特徴です。幽霊に連れて行かれないように気をつけてくださいね。おー、ちょっとホラーだから。今のところ安心感しかない。いつ来るかドッキドキだな。この先に進みますか？ちょい、それは怖い。あ、でもどの道進まなきゃだわ。これ全部見てったって分でファイル2にし、何個くらいある？セーブ19、 OKOK。 大水槽だ。何もいない水槽？なんで？こんなに大きな水槽なのに、なぜ一匹も生き物がいないか疑問に思いますよね。何もいない水槽も雅だとは思いませんか、スーズ様。はぐらかす気か。以前、ここにはビアンカ水族館の人気を取り戻してくれた生き物。違った。言い方を変えれば、ビアンカ水族館の命の恩人が命の恩人が暮らしていたのです。命の恩人？サメです。ホウジロザメ。へえ。サメを展示する前は、周りの新しい施設にお客様が流れてしまい、ビアンカ水族館は廃館の危機を迎えていました。かなり古くて小規模な水族館ですから、無理もありませんわ。そんなある日、館長が目の前の海で傷だらけになっているサメを見つけたのです。館長は傷だらけのサメを水族館へ連れ帰り、看病をいたしました。あの時はびっくりいたしましたわ。そして館長は天からの贈り物だと言い、このビアンカ水族館で飼育展示することを決めたのです。しかし、水族館でホウジロザメを展示するのは世界でもほとんど類を見ないほど珍しいことでした。もちろん反対する従業員もいました。しかし、サメはみるみる元気になりまして、試しに展示してみたところ大好評だったんです。ホウジロザメは街中の話題になり、お客様が一気に押し寄せたのです。その結果、経営は回復、水族館を存続させることができました。
コウジロザメがいなかったら、ビアンカ水族館も私ももういなかったでしょうね。クリスさん、そのサメは今どこに？生きてるか、それとも亡くなってしまったか、どっちだと思います？この人意地悪だ。冗談ですわ。まだ生きていますよ。事情があって水族館の裏で管理しているんです。とっつきにくい。しかもホウジロザメはある特徴があって。え、マイフレンドは？え、あら、スーズ様、ルル様がいらっしゃいません。まあ、なんかちょっと天然ちゃんっぽかったからね、移動してっちゃったかな。げ、確かにない。ルルまた一人でちょこまかして。ルル様を探しましょう。私はこの先を探しますので、スーズ様は戻ってみてくださいまし。わかりました、そっちはお願いします。こっから一人がルルを探さなきゃ。黒髪の女の子見てませんか？黒髪の女の子見てませんよね。皆さんこう水槽にかかりつきですものね。クラゲのとこ行こう。ないか。さっきのお嬢さんもいないし。見てませんか？黒髪の女の子知りません？こっちは入り口だ。いない。ここでさ、こうスーって流れてきたら、それはもうさっきの発想に軽く引くんだが。でもホラーゲームならありそうじゃない？ルルがいない。先に行っちゃったのかな。あ、ここでも取れたんだ。おや？海だ。水が近い。ルルを見つけなきゃなんだ。行かなきゃ。とりあえず拾っとこ、これね。パールのブレスレットを拾った。これ、ルルのだ。なんで水槽の中にあるの？ルル、一体どこへ？爆発した。え？主人公爆発した。拾わない選択肢があったとか？ああ、苦しい。この感覚、そうだ。12年前に、小さい頃に、海で溺れた時の。あそこだ。小さい女の子が、に襲われているぞ。助けろ。早くしなきゃ。あの子食べられちゃうわ。食べられる？なんだっけ。確か、私は、大きな、何かに。おやー、ホラーになった急に。あ、まあホラーゲームだけど。あ、どこ、ここ、まさかルルもここに？早く探さなきゃ。おー、もうチンパケー。顔だけ真っ黒に塗りつぶされた写真が落ちている。拾わないの？あ、戻れない。進むしかなさそうだな。怪しい色のサンゴが生えている。おお、いっぱい。血のように赤黒い水槽でクラゲが泳いでいる。ちょっと待って、音がやべえ。不協和音がやべえ。若い女性と男性が笑顔で写真に写っている。額縁には大量の血液がついている。文字化けしてるよ。これじゃ読めないわね。
かあっちでペチャペチャペチペチ言ってるんだわ。あれ？あの子さっきの足がなんか人魚になってない？気のせい？痛いです。誰か。あ、ダメだ。言葉が通じない。君、もしかしてさっきの、なんで血だらけなの？それに、この足、人間の足じゃない。誰かいるの？何も見えない。痛い、痛いよ。どうしようもなくないか？戻れないし、先に進むしかなさそうなんよな。ごめんよ。助けを呼ぼうにも。水槽の中から不気味な声が聞こえる。助けて助けて助けて。そしても何もないと思いますよ。仕方ないじゃないか。怖かったんだもん。あ、でもマップはさっきのとこに近い気がする。話しかけられて、メガン、誰かに話しかけられてるような気がする。え、水槽の中に吸い込まれそうだ。びっくりした。電話見に行かないんですか？現実逃避よ。これだ。違う？電話が鳴っている。受話器を取りますか？一旦置いて。あ、やっべ、切れちゃった。あ、また鳴るわ。一遍セーブだわ。真っ赤な字で何か書いてある。早く逃げて。後ろ？誰かの人気の歯切れが落ちている。字もかすれている。今日も調子が悪いみたい。私の願いの詰まった深海の石は今日も美しく輝いています。こんなに愛しているのに、あなたが好き、あなたが好きなクラゲもこんなに集めたのにってとこかな。あなたはどうして私のものじゃないの？私はあなたと同じ人間にはなれない。なんで？好きなのに好きなのに、こんなに好きなのに、好き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 、ところどころ読めない箇所がある。好き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 。とりあえず出てみよう。もしもし、文字が書いてある。これ血だよね。とりあえず読めないから。マーチ文字なんてこの壁見たら今更ですし、内容わからんと怖いけど。おや、なんか正常な床になった。おや、正常になってったぞ。あれ、足が遅くなった。出口がない。どういうこと？この先に出口があるの？あ、背後も。え、行き止まり。こっちから来たはずなのに。どういうこと？びっくりしたよ。びっくりしたよ。こんな偏僻な場所に客とは驚いた。一体、どうやって入ってきた？抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。あ、美人さん。美人さんだ。誰だ、貴様は。To be continue。 あ、マジでそんな感じじゃない？じゃのめさん的には冗談のつもりだったんじゃ。それにしてもワクワク考えることがたくさんですね。だから主人公だけが人間パターンか、主人公だけが人間じゃないパターンかとかかなって思ったけど、奥様は間違いなく何かしらやべえもん抱えてそうな感じするね。館長はもうなんか生きてなさそう。完全な勘だけどな。
お前も誰だ。ほう。早くもなんだかピンチなようですが。それじゃあこんなところで、今宵はこれまで。ここまで見てくれてありがとうございました。まだまだ序盤だけど、ゆっくり進めていこうと思います。それでは、おやすみなさい。